お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。お前今日髪かぶってねえじゃん。しかもちょっとペンキついたんですよ。今日はちょっと質問でも結構あったんですけど、一級塗装技能士の解説講師があります、ね、実際の試験を今日やってみようってことですね、はい、そうです。でここにも全部資料もありますんで、うんうん、これが本当実際に出る試験の紙です、うんうん、でこれはもう先生や師範代だ。そうです。1級、うもう塗り替え道場で僕は2級です。2級、はい、こっちは3流ですけど、うん、1流だと思っとるくせにそういう節があるよ。彼にはそういう節ある。そういう節ある。ちなみに経験年数だけ、うん、塗装歴どうですか。20年。この話は聞いてるの。もう何年前に手伝うけど、10年前。10年前。はい、できるの多分ね。体が覚えてらーですよ。覚えてらー。体が覚えてらー。元ボス。久々の登場だね。キャギーショー仮面の男なんだ。さすらいの冒険家。さすらいの冒険家はもう何年前に撮った。3年前。あ、試験は3年前ね。3年前。あ、で経験年数が26年と20年。大ベテランです、ね、大ベテラン、はい、でまあ試験は別にあれだよな。どっちかってもう一発で、でまあ取らんかったけど、うちの会社入ったもんで試験取ってくれっていうふうで頼んで、一発で受かっていたんだな、はい、で2級。僕2級ですね。経験年中は経験年中は経験年中はまあ11年ですね。11年で何年に2級いきなり1級受けたのか、まだ受からんのかやっぱり。十何年ぐらいじゃ最初受けたのか。2級しか受けれなくて、経験年数で。そっから受けに行って何年以上じゃないと。今は7年でしたっけ。1級7年、実務経験7年で、2級が3年か4年。はあ。1級になると、しかも国家資格になるんで、うんうん、結構名誉ある資格です、ね、2級も国家資格でしょ。2級は国家資格じゃないですか。県知事認定と。あ、はい、そういうこと。1級は労働大臣。あ、俺もちなみに飛びの1級は持ってない。玉掛けぐらい、まあ、高所作業者と玉掛け。1級と2級の差なんで、まあ、関係ないですか。変わんない。飾りつかない。全然いける。勝てる。全然いきます。今日は勝てる。現役なんで、はい、はい、じゃあ早速ですけど、はい、じゃあ今日は司会進行が、まあ、俺ちょっと分からんでね。はい、僕やってきます。三谷君がやってくれるということで、はい、じゃあ準備の方で、うん、いきますか。じゃあ準備してみましょうか、はい、よろしくお願いします。さあ行こうか。突っ込んだ。準備の方ができました。で今回やる1級の試験、これ毎年変わるんですか。いや一緒みたいだね。大体一緒。俺の時も一緒。朝食の色が多分変わります。この B 色、A 色、C 色、この色が多分変わるぐらいですよね。あのつやりと、つやり2色、つや消し1色ですね。で今からやるこのちょっと紙見せます。ここは素地のまま残すんでマスキングします。25mm で、マスキング、紙テープのあれですよね、毛書き線はこれ 25mm、うん、あの鉛筆で引くんですけど、その場合は置いていいんですよね、うんうん、実際に、うん、じゃあ置きますか。で、用意するものは鉛筆と定規ですね。はい。で、この線の描き方、これもルールがあるんですよね。覚えてないですか？覚えてない。右から。師匠。右から。あ、左から。左からと下からでしたよね。なんだおい。大したことないっすね。ちょっと。師匠、塗装屋みんなバカかって思われちゃうぞ。とりあえず今ここなんですけど、うん、線描くじゃないですか、ここに、うんうん、25で、はい、25で描くときは、はい、絶対下から上に。あ、線を。そうです、横の線は左から右に、うん、これ絶対的なルールですよね、テストの時に。そうだったんですか。理由は特にない、テストのルール。そういうルールです。そんなんあったの。大したことねえなー。いや、ベトナム人 の随時3級って試験で結構僕は立っちゃってるんですけど、それ絶対的なルールで。あ、もう3級の試験でも。あ、ベトナム人が3級受けるのね。そうです、随時3級って受けてるんで。それもテストに入ってんの。入ってますね。で、これも全部含めた時間、うん、4時間30分確か、うん、なんかそれぐらいだった。4時間
乾き待ちと、あとその間に調色、うん、そうです、ああそういうことね、時間その間にまた別で吹き付けがあるんで、うんうん、そこも含めての4時間半そうですね、うん、全部では4時間50分まで OK みたいな、はい、ああ最終までそうです、それなりに図面のやつをこれ書き起こしてくるんだ、そうですね、うん、これが1ミリずれたらもうダメでしたっけ、いや鉛筆の線も消しちゃダメなんですよね、まあ、それまだ後から説明できそうですね、うんうん、あと結構天候に左右されるんです、結局乾かすのが板を外に出したりとかするんで、はい、天気雨降りの日にその試験日固まっちゃうと、あ、何分以内が決まっとるの、パテが乾かないとか、それで浮かなんの、焦ってパテペーパーかけしちゃうと傷ついちゃうんですパテがああ乾いてないうちからやるとそりゃそうだよね、じゃあ春の日の日が有利、の方が有利、それは時間制だもんね、時間もそうですね、乾きもあれ時期って夏ですよね、絶対夏、夏で一応乾きやすい日にやるんだ、そうですね、僕も2級の試験受けに行った日がもう土砂降りで玉が全部流れてる、玉と突きつけの何それ俺も何険しい時にやったよっていう、いや僕だけど僕は受かっちゃった、自信があるっていう、僕は受かっちゃったんですけどね、なんか表彰されたの、嘘、それは勝ちですね、本当？本当です。ただ受かっただけじゃなくて、そうそう。あ、一番うまいみたいな。2級受けに来た中で一番上手だったっていう。マジ？そうです。で一応の、多分一人だけだったんじゃないですか。違うか。違うわ。受けに来た中の一番なんだけど、受けたのが一人だったと。ここっすね。素地のまま残す部分。うん。これ。うん、これはもう何も掃除で何も手つけない、もうこのままなんで、うん、これは絶対残します、ここの25ミリでこれはそこそこそうそうそう、合成樹脂エマルションパテ地付けのまま残す、ここがパテまで残ります、工程的にここにパテを入れるってこと、はい、ここの間にね、そうです、あ、間じゃないです、全部で、だんだん重なってくるんですね、うん、ああそういうことね、そうそれが痛かったっす、でここは、はい、マスキングでやりなさいよとか、そうです線引いてマスキングでやるわけだ、ね、テストがね、そう、それが痛かった、そうそう、それが痛いよね、さすが先生、視聴者全然ついていけないね、ここは下地を全部入れるってこと、そうです、で、ここも下地入ってるの、入ってますね、ここが もう一発上塗りが入るってことだ、そうですね、C 色、B 色、A 色では2回塗り入ります、あ、こことこことここは違う色で全部塗って、そうです、ここだけは下塗り剤がそのまま出るってことだ、そう、ここは下塗りは入れないです、あ、そうだね、はパテだけ、あ、パテか、パテか、はい、そういうことね、了解です、はい、じゃあ素地のまま残すようでマスキングいいですか、はい、お、1球が動いた、さすらいの1球、はい、ああいいとこ取れんかった、ごめんごめん、もう一回いきますいやいやいいよ、鉛筆の面のせなあかんですね、鉛筆の線は残さなあかんもんで、鉛筆の線は残さない、 そこまでうるさい、いや鉛筆の線は残す、残すんで鉛筆の面のっけないであったんですね、鉛筆の線を残す、残すのから、あー、そういうことか、塗った時にそんな1ミリ単位でうるさい、そうですね、その製図したのも1ミリ、うん、鉛筆の線消えちゃうともうアウトです、は、いや乗っちゃダメなんで、あ、要はこれを取った時に養生塗って取った時に線が鉛筆線が残っとらなんから養生かぶせとかなんと、うん、線の上に塗る乗っちゃうでしょっていうことでしょ、はい、ただそうですよね、そういうことです、はい、もう線の上に乗ってないじゃん、これ多分紙テープが透けてるのでギリギリ乗ってますね、本当に、そう、こんなシビア、はい、これめちゃめちゃいい、うそめっちゃ上手ですよね、これか線が見えてるけど紙テープから透けて見えてんだ、そうですね、これ難しいね、ギリギリですね、的に鉛筆の線が残ってない、残ってないとアウト、手書き線がすごい、さすらいさんすごい、さすらいすごい、どうした次は何やんの、あ、ここも全部隠さないと、うん、あれ細くないってことだ、これは長なるぞ、長なるよ、もう受かっていいダメです、はい、じゃあ次ペーパーですね、うん、ペーパーコツありますか、木目に沿って横向きとかですか、じゃあ木、あの縦向きが木の柄だから、はい、横でやると傷ついちゃうもんで、はい、縦で、うん、はい、あ、木目に合わせてペーパーもかけると、でもこっちばかり吸いかけちゃったとかそういうのなっちゃわない、縁だけ足りんとかそういうのな、なんでもう最後素手で、うん、あのザラザラしてないか、あ、チェック、なんでペーパーかけるときはもう、うん、僕は極力絶対素手です、はぁ、顔を取ってなかった今今君顔をしとったけど、顔をしとったけど、やっぱり一級試験って難しいね、やっぱそこで見られるんだもんね、見られますね、ペーパーが甘いとか、
まあ、試験官はもう常にうろうろしてるんで、あそういうこと、ね、減点方式なんですよ、うん、最初100点という点数を持っててどんどん減らされてっちゃう。ああそういうことか。そうなんです。 目はもう決まってんの？ペーパーは220番です。そこはもう現場に置いてあるんだ。いや、もう自分たちで用意しないといけない。ああそう、はい、なので道具もハケも決まったサイズが。ああそう、はい。で、ここでパテですね、うん、パテはもう用意してあります、うん、確か 50g 500g 500g ぐらいあります、うん、こういうのあるといいですね。ちっちゃいヘラみたいな、うん、プラスチックので、使う分だけ出して、うん、で、なんか結構あるんですけど、うん、そのまま出てきたものをこうやって練って使うんですけど、うん、一応ルール的には水使っていいので、うん、希釈はしていいんですよ。あ、なんでそういうことだ。そうそう、本当希釈しずにやっちゃうともうギリギリ、もう下手したら足りないぐらい。あ、そういうこと。量なんで絶対に水、あ、量が足りなくなる。そうです、規定の量がもともと決まってるんで、うん、それが足りないっていうのがもうダメなんで。あ、そういうこと、ね、その枠でこの一面全部やりなさい。あ、そういうことか。おかわりできないですよ、だから本当に。でコツありますか、水入れる、はい、僕真ん中開ける。そうですね、ドーナツですね、やっぱ、うん、真ん中開けてそこに。何、どういうこと、どういうこと。こうやってお顔を作ってもんじゃ焼きみたいにして、うん、でここに水を、うん、ああそういうことだね。でここで寝てもらえれば寝るとか、はい、寝れるか、まだ死にきたの。手つきがすごいですね。懐かしいなこれ、はい、懐かしい。現場でなかなかパテも使わないですよね。新築ぐらいしか使わない。そうですよね。あ、新築だと結構やるんだ。はい、ちょっとなんか必要以上に回転させてないお前。今日は2週半多めに回してない。 いつもより増量してない。サービスですね。次はパテしごき、うん、ペーパーかけたんですけど、うん、まあ、やっぱ細かいのがあるんで、うんうん、最初に一回しごきっていうのをこうやってもうパテつけてザーって、うん、ザーって。あ、それもやんなきゃいけない。やってきます。木目をあのまず塗料をもし直接塗っちゃうと染み込んじゃうんで、うんうん、パテであの木目をまず潰す。ああ、目止めですね。で、そのしごきっていうのは、ね、それ今作って、まずはしごいくって言ってもう本当に、うん、本当めちゃくちゃ薄く、薄く塗るんだ。やります。あ、最初は、うん、なんか危ないのこれ。あ、これがしごきっていうやつだ。結構足りない。いや、これ最初伸ばすんですけど足りない。ここ足りない。グラムが間違えた。いや、こっから足りん足りん足りん。しごきなんで、こっから今これは厚みつけてるんで、しごくんですよ、こうやって立てて次は。あ、これすくい取るんですよ、こうやって。はあ。で、またここに角度つけてこうやってバーって引っ張ってって、うんうんうん、これをまたしごく。で、この角もしっかり置いて。ああ、そういうこと。もう薄く本当に。そうですね。もうへこんどるところに入れるじゃないけど。はい。これを全部やっていきます。全部やるかな。はい。最初あの木部が水分吸っちゃうんで、うん、この一番最初のしごきの時点で、うん、あの水分結構持ってかれちゃうんで、うん、最初にやっぱり水入れて使う。ああ、そういうことね。どこまでやったっけ。でこの後に地付けって言って こういう厚みつけてあの押さえるんですけど、うん、こっちはあの1回パテしてるんでそんなに水分吸わないんで、うん、もうちょっとつけやすい。あ、そういうことね。足りなさそうっすね。足りなさそうっすね。足りなさそうっすね。あ、もうそれで減点。減点。水がついちゃった。水減点っす。あ、水つけただけでも減点。多分減点だと思います。あ、もうこれだけで減点。はい、これ減点。減点です。うそ、何点減点か教えてくれ。へぇ、2級にもあるの。これはありますね。俺はもう共通で1級2級あるんだ。ありますあります。で、うん、さっき言ったように、うん、角度を何ですか、うん、ちょっとずつ寝かしていくんですよ。ビーッていくと、うん、これ距離がいっぱいいけば、うん、これ逆にいきなり寝かしちゃうともうすぐなくなっちゃうんで。ああ、そういうことね。はい、こうやって角度が、あ、ちょっとずつつけるんだ。そうです。そうやってやるか。そうです。こう置いてこれもすー配っちゃう。あ、配りもあるかもしれないですね。ああ、ね、配りっちゅうは一気に配っちゃってね、うん、で、わー、こうやって、わー、
でくいっすねやっぱ。あの先にザーッと配っちゃって。これ実際の時はもう体こっち回ってもいいわけでしょ。いや。こっち側から。自分この板を変える分には OK です。あ、自分がこっち行くのはいかんだ。自分の区画線が2メーター2メーターで決められてるんで、そっから出たらダメなんですよ。そう。出たら減点。はい、あ、こうやって配っていくわけだ、節の方とか。おお、まだ手もまだ錆びついてないね。現役でしたね、バリバリ。現役だったね、バリバリの。はあ。これがパテ仕置きですね。うん、で乾燥させます。実際は本当はこれで乾くの待たなかんわけだ。ドライとかも使えないわけだ。はい。でこういう時間を合間に使って、あの朝食作業とか、うん、次の工程の予測しといてやっていくんですよね。うん、でパテだけで何分っていうのはないの？いや、ないです。全部で。総合で。はい。総合で何時間でやるのか。4時間30分。あ、4時間？はい。嘘？沸騰しで作業？そうですね。マジ？いや、勝手に休憩しとってもいいですか？休憩、自分で水分取っていいんですよね、確か。そうそう、勝手に休憩しとってもいいですか？4時間作業、だって1時間でバーンって何かやるとかじゃないんだ。そうじゃない。朝食1時間、何々1時間じゃなくて、じゃない。4時間内で全部やれよってことなんだ。はい。で、時間の配分が下手な人だと、結局、こういう時間で乾き待ちで朝食して、うん、1回ちょっと試し塗りして乾き色が昇ってくるんで、うん、そういうのも見ながらちょっとずつこっちで作って、あ、そうか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 、そんなもんでいちいち順番にやっとったら料理と同じだよね。一個一個やっとったら全部時間食っちゃうけど、これと別でその吹き付けの方の下準備も、うん、この他以外で、ね、準備しておいて、うん、もう時間になると呼ばれるんで、その吹き付けに関してはその、うん、用意されてる機械が1つか2つですよね。2つぐらいしかないんで、順番に呼ばれた時にはもうその吹きに行ける状態を作っておかないと。あ、もうそろそろ来るな、順番に来るんで、あそこも見ていかなきゃダメだ。そういうことですね。すごい大変な作業ですね。大変だね。はい。で次はペーパーですか。ペーパーを当てます。段差があるじゃないですか、うん、しごいたとしても段差があるんで、うん、こういうのをちょっと消すんですよね。うーん、でこれがこの今の粉がパテです。うーん、あー、そういうことだ。はい。でこのまま地付けっすね。うん、次はパテの厚みをあれでつけていくんだ。そうですね。もう次真っ白になるように。全体ですね。うーん、練り方のコツを教えてもらっていいですか。これは結構ギザギザっていけちゃう。はい。あ、これちっちゃいのになって、あ、大きい方がいいですか。大きい方で、このぐらいの量だったら大きい方がいいかもしれない。はいはいはい。あー、なるほど。はいはいはい。まあ、結局まあちゃんとよく練ればいいってことか。そうっすね。うん、よく混ぜて。ありがとうございます。やってもらっちゃったっすね。なるほど。いきます。うん。これを。これ透けちゃダメなんですよね、これは。うまいな。これ2列目が難しいんですよ。最初に打った方まで押さえちゃうんで、うん、ああそういうことか。そこのかぶりをジョイントするところってことだよね。かぶりがあるもんで、このやべやべやべ、あちょっと待ってくださいね。難しいなこれ。でも2球もあったんだろ。2球もありました。こんな難しかったんですか。いや、これやってる時はそう、どうやってやったかな俺。それもう真っ平らにしちゃうわけだ。そうですね。でもある程度の段差はペーパーを当てるんで。ああ、そういうことか。そうですね。ペーパー出る前にきちっと収めておかなかったことか。これなんか新聞かなんか引いてはいいかもしれない。そうっす。あ、こっちにつけるつけるね。普通はテーブルも養生してからやるんで。ああ、そういうことか。養生スタートも時間に入ってるんで、で最後掃除まで、あの終了の時も養生剥がして掃除するとこまでさらんけりゃよかったが時間。へえ。板の大きさはちゃんと合ってんの。板の大きさ合ってます。あ、合っとるんだこれ。合ってます、板は。お、確かこれが大きさだったな。全然足りん。足りないっす、なんか板こんなでかかった。いや、910の1200でしょ。確かこれぐらいだったよ。
足りないですよね、これ。うん、これぐらいですか。これ実際500出しちゃうの、わかんない。500以上出てると思います。今は500ぐらいは使ってんじゃないですか。全然足りない。熱すぎるってこと。熱いかな。熱いかな。もうちょっと足す。でも白くなってないって感じね。そうそう、つけちゃダメなんですよね。肌見えとったらまずいね。ですよね。パテ余ったよね。気にしてるんだけど、パテ余った。僕も余りました。なんでやろ。量が間違ったんじゃないの。いや、こんなになかったっすよね、こんな3倍も。これ3つも確かにねえぞ。ないっすよね、絶対ないっすよね。あの塗料も、なんか入れすぎてやっちゃったら、もう失格ですね。嘘だ。もうそれでだいぶ限定なんで、色が全然違った。あ、もうじゃあ、もう一回朝食なんか朝食失敗したらもう終わり。もう終わりだな。追加できないんで、もうこんなちっちゃい瓶だもんって。うわぎぎぎぎぎぎぎマジ。で、ちょっと勢いよく作りすぎたら、アウト。ご食なの相当難しいだろうな。ここが今のこの地漬けで残る部分になるので、うん、でこっからが塗装なんで、こんだけは今のあの状態で。ああ、そういうことか、そういうことか。これ縁からだもんね。そうですね。こういう向きになってるってことでしょ。そうですね。ここが掃除で、ここがあのパテ、今紙テープ貼ったところだね。パテで残る部分、うん、で乾いたらこっからの塗装。ああ、実際大体ここのパートでどれぐらいで収めなかったの。早い人だと5分でいきます。早い人やと5分とか10分でいきます。え、5分とか10分。5分、このパッと続けですよね、うん、それぐらいでいきます。最初から最初から無理ですね。ああ、その紙テープ貼って、うん、そのさっきのなんかしごき、はい、入れて地付けぐらいでいくと思いますよ、うん、何分全部で15分ぐらいで終わっちゃうんですか。ああ、ほんと。はい、大体どれぐらいまでも冷めるか。4時間の割り振りとしてはここのパートだけで20〜30分かかったら結構厳しいじゃないですか。30分かかったらえらい。あ、30分かかったらもうアウト。30分かかったらえらいですね。図面が結構かかるんで。ああ、そういうことか。図面かかってやるのもそっちで時間取られるもんで、大体醤油30分ぐらいで収めなあかんよってことだ。ちょっと一級の腕見たいですね。うん、ちょっとじゃあ、これ全部確かにまた出しとるやん。チートこれ裏ルートですよ、これ本当は実際には500でやらなきゃいけないか。だから今回ちょっと厚みがつきすぎとる可能性があるってこと。そうっすね。だいぶ使っとるね。いや、これおかしい、ちょっとおかしいっす。そこも草さん配るんですか。うん、俺、まあ、配って伸ばした方が早いかもしれないね。おお、もう結構配っていくね。お酒屋さんとかうまいんだろうね、これ。絶対うまいっすね。内装屋さんやってる人とか、うん、内装はいい、多分めちゃくちゃ上手だと思う。内装はうまい、内装そうだね。くっつかないこれ。おかしいですよね。おかしいですよね。パテがくっつかない。物が悪い。違い使ってんじゃないの。大丈夫なの。これでもエモレーションパテですよ。古すぎるのか。いや、違う。ああ、でも綺麗に仕上がっていたね。はい、これちょっと透けとるよそうですね。はあ、やっぱ練習せなあかんすね。練習してテストいけるんだ。練習しないとあかんですね、やっぱ。でも実技の講習もあります。ああ、そう、はい、あります、あります。確かありますよね。初日ですよね。なんか講習出ると絶対落ちる。そうですよね。講習出ると落ちるの。出ないとルールとかだんだん減点の理由を教えてくれる。どこが減点になる。あ、でも講習行くと教えてくれるんだ。教えてくれる。試験当日はこれ失格になるねとか。ああ、そう、教えてくれるんで。でこれも実際のペーパーもかけてからな、俺だ。そうですね。でここから乾燥期間。そういうことだ。で次が乾きにくいんですよね、厚みが。これがね、はい。はい、モチベーションが上がりません。聞けなかったね、乾くの。そうですね。ストーブで温めましたけど、はい、いきます。あ、全然大丈夫。大丈夫、はい、大丈夫ですか、ね、音が乾いた音してるね。はい、この段差も、うん、こうやって、あー、結構やつれとるね。冷えますね。あれ、なんか残すとこはやったら感じなかった。あ、うん、本当はやってます。もうこれ失格。いや、失格ではないけど、減点。減点されるんですね。やってないと、残してないと。いや、ここだけはその、はい、そのままのパテを残しなさいよってことだ。そうです。この縁の、そうですね、何センチかは。で、ここの紙テープも取らないといけないです。
ちょっと取ります、うん、ここも綺麗に、あどうしよう親分、どうしよう親分、鉛筆の線、鉛筆の線超えてますね親分、ああ難しい、もうこれダメ、減点、これ減点だと思う、ギリギリにならなかった、こういってますね、あ線よりもう1ミリ、1ミリないね、 0.5 ミリぐらい、ここが超えてます、うん、線超えてるね、はい、いや線が悪い、線が悪いですね、線が悪いですか、線が逃げてった、線が悪いこれ、線が逃げてった、でそのペーパーの はい、あれはどうやってやるの、こっから、うん、次は角から150ですね、うん、150、はい、じゃあ線が悪いって言われたんでちょっと、うん、はい、線お願いします、はい、線お願いします難しいねやっぱ、線を残す、線を残す、これどうなるか、これ分かりづらいんか、そうですね、ここは線残すで、じゃあ、かぶっとるか、あ、ほんとだ、かぶっとるね、分かりづら、線2だって被せて払わなかったからね、そうすると線が残らんよってことだもんね、そういうことですね、で、マスカですね、あ、マスカもしようか、そうですね、汚すといけないので、そうかそうかそうか、はい、でペーパーかけていくんだ、そうですね、でペーパーかけてツルツルにして、ツルツルにした完成、はい、いいですかやっちゃって、はい、はい、ここが一番楽しいですよね、楽しい、ここは楽しいとこですよね、でこれはやっぱ2回に分けてやっぱその4、5機入れると絶対ダメなんだ、そうですね、それはもうそのルールとしていかんのか、やっぱりやらんといい仕上がりにならないのか、パテって一気に厚みつけると割れやすいんで、ああそういうことか、はい、こんな感じですね、こんな感じで、うん、あ、これ、ケースね、ちょっと持ってきます、じゃあ、はい、わかりました、はいはい、うわー、綺麗になりました、はい、ツルツルっすね、ツルツルだね、はい、これ完成、そうですね、パテ編はちょっとこうやってこういうのは良くないかもしれないです、あ、減点材料だ、そうですね、こういうのここもギリギリっすよね、ちょっと木目が、うん、はい、でこれ養生も取るの、あ、取らず、あ、取らずですね、ここからもう塗装に次のステップだ、変わってきます、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、ちょっと乾かし期間に慣れちゃったね、慣れちゃったちょっと本当難しいですね難しいね、でこれを実際4時間半でやるんですけど、のうちの20分から30分30分かけたら偉いもん、まあそう、まあ、相当厳しいね、厳しいです、でここから実際の塗装に今度入っていくわけだ、そうですね、でこれはまあ次回シリーズもんでやってくれる、そうですね、本当は今日これで勝負もやろうって言ってたけど、もう絶対無理だね、難しすぎてこんな難かったんですか、じゃあまたこのシリーズはまたこの3人で、はい、そうですね、うん、今度は実際ここに塗っていきましょうということで、ちょっとなんか、え、俺また来んのみたいな俺、分かったんです、後輩なんで分かったんですよ、え、俺また呼ばれるやつやんまた来てくれると思いますので、はい、まあ俺も頑張っておしゃべりぐらいはできますので、ぜひまたチャンネル登録して続きも見てください、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、お願いします、いいねもね、そうですね、いいねもたくさんしてください、はい、また見てね。Yeah.